こんにちは。ニュースで韓国語は私、韓国生まれ、日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと日本生まれ韓国在住経験あり、早くまた仕事やプライベートで行ったり来たりできるようになりたい日本人のヨッシーが韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで日本語韓国語ときにちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。はい、えっと、何の話だっけ 何の話もしてないです、ね、<laughs> 最近また韓国映画見てきまして、はい、あの夏時間っていうえサマータイム的ないやえっとね中学生の女の子が夏休みをおじいさんの家で過ごしましたっていうお話おお<う>かその前に見たやつが新幹線半島ファイナルステージだったので、はい、なんかその退避が落差があまりに激しくて。 そそれこそ今やってる今公開中の新幹線ハントファイナルステージあのパンドねス年の続編は、はい、カーチェイスありゾンビありサスペンスありバトルありのなんか超ウルトラスペクタルクルだったのだったんだけど夏時間の方は完全にもうこれといったストーリーの山があるわけではなく淡々とお話が進んでいくなんですかねあのの田舎の すごく似てるなと思ったのは、小津二郎、えー、見たことないや、あの、淡々とどうってことない物語がこう展開していく中で、日常の些細な出来事がずっと描かれていく中で、なんとなくこう家族の関係が見つめ直されていくみたいな、そういう感じの話。どちらかといえば、日本映画が得意そうな感じの話ですね。 そうねまあなんか別に韓国映画もあのお金をかけたハリウッド的な超大作がやっぱりどうしても話題にはなるけれど,、まあ、ど割となんかこういう淡々と本当に起伏のないなだらかな穏やかなストーリー展開というのも結構、韓国映画ではそこ昔からあったような気はするので、うん、2月27日から渋谷ユーロスペースで公開だそうです。 誰が出てますかいや特にねすごい有名な人が出てるわけではない一人だけ「愛の不時着」に子役で出演していた子がいるぐらいの感じで子役、うん、子供なんかいましたっけまあなんかほらあのテソンの子供たちとかいろいろ出てきたじゃない<笑><笑>そうかえっとまあすごく有名な役者が出てるわけではなくてその主人公の中学2年生の女の子もあのこ まあ、特に有名な俳優というわけではないんだけれど静かなストーリー展開というか「小津安二郎」みたいな映画がお好きな方はおすすめですよ、まあ、監督もインタビューで影響を受けたというか自分が好きだったと言っているので「えー、あこれは小津映画だな」みたいなシーンが出てくるんだよねうん,うんそうなんですねまあなんかどんな話かとというとあの お父さんが事業に失敗してお母さんと離婚して夏休みだけとりあえずその兄弟であの自分あのお父さんの実家に過ごすことになってそこに、えっと、引っ越すんだけどそこにこの、えー、離婚したお父さんの妹が転がり込んできてみたいな<う>でまあそこで繰り広げられるおじいちゃんとの日々みたいなおじいちゃんが完全に粒置州の位置づけっぽいので粒子臭 主役じゃないけど、オズ映画で必ず、あの、中心的な役割で真ん中にドカンと座っているおじいさん。ふん。ふんあの、あ、あの、世界的な俳優なので。あ、すいません、俳優さんの名前なんですね。はいはいはい。すみません。うん。これ、撮った人が大学院生らしくて。えー、うん。まあ、なんかその、映画を専攻している大学院生。へーん。 単国展にそういう科目があったのね知らなかったんだけど、そこで作った作品が割と評判がいいので、あの、プサン国際映画祭とかでも上演されたりして、非常に高い評価を得たらしいよ。<ー>まあなんか本当に現代の小津安二郎って感じの<ー>映画なので、まあ、えー、ご興味ある方はぜひどうぞ。それが日本でまで上演されるってなんだかすごいですね。最近、ほら、ハチドリとかあったじゃない、うん、ああいう、この、 青春ノスタルジー的な。うん,うん。あれ、ハチドリってもう少し社会的な話なんじゃないんでしたっけまあでも、中心の軸をまだ見てないんだけれど。うん、私も見てない。<laughs> うん。でもなんか、中心の軸は、軸に座ってるテーマは、中学生の、女子中学生の、特にそれも1994年とか、あの時代を経験した、うそういう多感な、 うん思春期ノスタルジーじゃないかと思うんだう<ー>ん <laughs> なるほどまあこの夏時間っていうのも言ってみれば本当にそういう思春期ノスタルジー的なああんか自分にもああいう多感な頃があったなーみたいなふうに思う方も多いんじゃないかという気はしますいいですねはいというわけでノスタルジーの話をしたところで <laughs> やっぱり1本目は k p o p の話ですかね ノスタルジーつながり。ノスタルジーつながりです。なぜノスタルジーつながりかは後ほど。前ほら、あの、アメリカの大統領選挙で、バイデン大統領がジョージア州で逆転したことを祝って、トワイスの曲が拡散したっていうニュース読んだじゃないああ、はい。まあ、あれの続きみたいな感じ。うん。じゃあ、いい記事読みますかね。はい。 1>, 1月21日の木曜日の夜、共和党下院議員マジョリー・テイラー・グリーンはキュアノン、極右人への陰謀論集団についてよく整理された文書を広めるために一つの妙案を出した。지난목요일밤、공和党하원의원マジョリー・テイラー・グリーンはキュアノン、キュアノン、ネ、うん、잘정리리된문서를퍼뜨리기위해한가지묘책을냈다 アメリカの政治専門メディアザヒルによるとグリーン議員はバイデン大統領就任2日目にバイデン大統領の息子ハンター氏がウクライナのエネルギー会社の理事会に在職できるよう許可するなど副大統領時代に権力を乱用したという内容の弾劾案を作成した彼女はこうした内容の記事をツイッターに公開しバイデン即時弾劾インピーチバイデンナウハッシュタグをつけた米国 그린위원은 조 바이든 대통령 취임 이틀 만에 바이든이 아들 헌터의 우크라이나 에너지 회사 이사회에 재직할 수 있도록 허용하는 등 부통령 시절 권력을 남용했다는 내용의 탄핵안을 준비했다. 그는 이런 내용이 담긴 기사를 트위터에 공개하면서 해시태그 바이든 즉시 탄핵 해시태그를 달았다. しかし実際の結果は全く違っていた。金曜日の朝までにこのハッシュタグを利用したツイートがおよそ10万件を超えたが、大多数はハンバイデンではなく K ファンだったからだ。大体の内容をまとめるとこんな感じだ。하지만실제결과는전혀달랐다。금요일아침까지이ハッシュタグ를이용한トイシー대략10万個の伸ばすので、大多数の反バイデン이아닌 K フェンドであった。 大統領になって二日しか経ってないのにクソみたいなことしてるね。BTS のミュージックビデオ鑑賞みたいなもっと生産的なことをしてみて。モネク、モンスター X の可愛い子たちでも鑑賞してください。ナムジュンの美的感覚を楽しめる写真です。気にしないで、アイズワンのウォニョンを紹介します。レッドベルベットの驚くべき歴史をご覧ください。この名作を蘇らせるのにちょうどいい日ですね。俳優ライクズだと。 이제는 블랙핑크의 곡명이네. 대통령 된지 이틀밖에 안 됐는데 똥 싸고 있네. BTS 뮤직비디오 감상 같은 어, 좀더 생산적인 일을 해봐. 모넥, 몬스타엑스 귀염미들이나 감상하세요. 남준이 미적 감각을 즐길 수 있는 사진 대령이오. 신경쓰지 말고 아이즈원 원영이를 소개합니다. 레드벨벳이 써내려간 놀라운 역사를 확인해봅시다. 이 명작은... <noise> 実は、K-POP ファンの共和党襲撃は、今回が初めてではない。K-POP ファンは昨年6月、ドナルド・トランプ前大統領のオクラホマ州での選挙遊説に参加する意思がないにもかかわらず、遊説会場のチケット大量に予約した後、当日キャンセルして参加者を減らすのに協力した。 BTS와 IU의 콘서트 피켓팅에참가したことのある 사실 K팝 팬들의 공화당 습격은 이번이 처음이 아니다. K팝 팬들은 지난해 6월 어, 도널드 트럼프 전 대통령 오클라호마주 선거 유세에 참석할 의사가 없음에도 어, 유세장 티켓을 대거 예약한 뒤 당일 취소해 참석자를 줄이는 데 도움을 줬다. 방탄소년단과 IU 콘서트 피켓팅에 また、昨年11月には、自分たちのイチオシやパンケーキの写真と一緒に、100万 MAGA 更新、あの、Make America Great Again ですね。要は、トランプ<ー>大統領支持者たちの、えー、キャンペーン、えー、ミリオンマガマーチ、ハッシュタグを追加し、シルト浄化、SNS のリアルタイムトレンドの内容を浄化する作業にも喜んで参加した。 또 지난해 11월에는 자신들의 최애 혹은 팬케이크 사진과 함께 어, 100만 메가 행진 해시태그를 추가해 실트 정화 SNS 실시간 트렌드 내용을 정화하는 작업에 기꺼이 동참했다. 세계의 움직임은 기초 것초 기초 습니다이 기초 기초 기 사람들의 초 기초 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 기 기초 기초 英語圏ということなんで、必ずしも全部アメリカってわけではないけど、メインはアメリカだよね。アメリカの政治がテーマだし。すごいなぁ。あの、すごい行動力というか。団結力というか、組織、組織的な、ね、力がすごいですね。うん、なんだか、アメリカのトランプ大統領がアンチダイバーシティという感じの、えー、政策をいろいろやってきたので、むしろなんかそれに反対する人たちが、 K-POP を軸に結集してるような、まあ、K-POP ファンにはそういう人が多いのかもしれない。うん,うん。ん。へぇおぬら、ちめぇ。<laughs> なん<か>今日は調子が悪い。なんか、いきなり韓国語言うのも変な気がしてきちゃった。いや、全然いいんじゃないですか。<laughs> いいすね、あの、そういう、そういうポッドキャストなので、ここは。<laughs> はい。はい。キーホットに倒して。<laughs> なんか恥ずかしくなった。 아. 니 오늘 아침에 어 제가 제일 친한 친구한테서 연락이 와 가지고 일본 친구인데 음. 응. <s2> 아주 예쁜 가방을 이번에 샀다고. 근데 그 가방이 한국에서는 패드라고 하는데 근데 일본에서는 한국이불 해? って言ってそんな言い方するの? 유노 유노. 한국 이부루って言って 베비 용品ですごい人気なんですけど,なんて言えばいいんだろう? とにかく、下に敷くベッドのパッドなんだけど、韓国人の家なら誰のどこにでもあるんだけど、あの薄いやつ、そう,そうです、薄いやつ、<laughs> あの薄い敷き布団ね。そ,そ,うそうそうそう、あの薄い敷き布団、あれが今、日本ですごい流行ってて、韓国イブルって言ってるんだけど、はい、そう、でもイブルってトンヌンゴじゃないよ。くん,ん,、うん、んで、カヌンゴセダがイブルって言うから、私的にはすごくどうなのって思ってるんだけど、ようだよね。 <笑><笑>そ,うそうそうそう。そうなんだよね。まあい,いや、とにかく、韓国イブルみたいな、あの、記事のバッグで、で、韓国イブルみたいな記事のバッグが7000円もして、でかん、これコリアのなんだよって言って友達から、LINE が来たんですよ。<ー>それで、あー、かい,いねって言いながら、 아니, 언제부터 코리아에서 만든 게 이렇게 예쁘고 멋있는 존재가 됐을까라고 생각하면서 뭔가 다시 한번 각색의칸というかねそうですねなんか昔は安かろう悪かろうみたいなイメージがありましたからね 음, 네. 그런 얘기를 하니까 친구가, 친구 주식하는데요. 그 취미로. <laughs> 응, 자기가 맨날 그 보고 있는 미국에 사는 일본 아저씨가 있는데 그 아저씨의 블로그에서는 지금 미국에서 가장 잘 나가는 거는 한국 사람들이라고. 음. 일본 사람들이 아니니깐 착각하지 마세요라는 그런 얘기를 했었대요. 헤. 아,そうだね.なんか 이마야 뭐 BTS だけじゃないからね.それかそ 차트에 아가테쿠루 블랙핑크.あの, Tomorrow b Togetherって知ってる? すみません <laughs> あの。BTS の弟分みたいな子たちがいるんだけどえ。妹じゃないんだ、あの子たち。女の子じゃないんだ。え、TXT は男を、ちか、なんか、少年グループというか、あの、ん学生服着て、て <laughs> 学生服着て踊ってるから、とか、アメリカで一種のムーブメントが起きてるなという感じであって。うーん。だん。でね、そう、最近、あの、 最近なんか BTS 聞き込んでますっていう話をここで前回したじゃない。うん。うん。その時にもちょっと言ったあの話、あの、BTS の魅力はノスタルジーであるっていうのを、<ー> BTS を読むっていう本を書いた音楽評論家のキム・ヨンデさんっていうアメリカ在住の韓国人の音楽評論家なんだけれど。あ、그렇게연결이되는구나、ノスタルジー。そう。でね、これなんかね、今一つよくわからなかったの。なぜ BTS がノスタルジーなのかって。うんうん でも、でもやっとなんか自分の中で繋がったので、ちょっと解説してみていいですか、勝手に。うん、冬ソナが日本で流行った時に、ノスタルジーがキーワードだったのって覚えてますかうん。그거는家が買えーうん、で、どういうふうに理解ができるああ、うん、あの、용様같은그런사람도、ちょっと뭔가、옛날에나도이런연애를하고싶었った、もう그런ドラマが아니에요そうそうそう,そう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 、うん、まさにそれなんですよ。 あのー、あれはまさに割と年配の女性たちのこ心をわしづかみにしたわけじゃない。うん,うん。うん。懐かしいというか、うん、懐かしさ。でね、なんかそれに通じるものが、なんかどうもあるという、あるらしいということが、最近聞いていたら、あこういうことだったのかというのがわかって、 これはですね、あの、あメイキートライトという曲なんですけど。あ、ちょっとドラバッサ、採ら봤어よ。聞いたうん。てかね、あの曲はめちゃくちゃいいのよ。あの曲、まずね、なんか、エド・シーランが曲を書いているという時点でちょっとびっくりしたんだけど。うん。どうなったえ、あの、世界的なシンガーソングライターですね。おすいません、えー。あの、僕らの世代で言うと、マイケル・ジャクソンがパクチニアのために曲を書くぐらいのインパクトがありますね。えー、この曲が素晴らしく良くてですね。うん。ちょっとすいません、この歌詞を読んでみて、 이 세상 속의 영웅이 됐나 나를 찾는 큰 환호와 내손 트로피와 금빛 마이크 올 데이 에브리웨어 밧 모든 게 너에게 닿기 위함일걸 내 여정의 답인걸 널 찾기 위해 노래해 베이비 투유 끝도 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야 이제 그손 ねがちゃばどでるかというわけなんですけどね。うん。まあ、さあの、白馬の王子様になった僕は、ずっと君を探し求めていたんだよっていう、まあ、割といろんな K-POP でよく使われてきたコンセプトなんだけど、うん、この、うん、イジェクソンネがちゃばどでるかっていう、ここなんですよ。ほう。<え>うなんでその、この世界で英雄になって、トロフィーと金のマイクを握っている僕が、 あなたの手を握っていいですかってそんな奥ゆかしいのっていう。<ー>韓国ドラマってさ、結構みんな、<ー>登場人物みんな超純愛じゃない<ー>んなんか財閥の音像師のバリバリ遊んでそうな人たちがなんか初恋の女の子をずーっと大人になるまで思い続けてたりするじゃないなるほど。なので、모든걸가지고있지만、그러니까、いずれが갖고싶은거는너だ。そうそうそう。これがまさにノスタルジーなんですよ。 でもなんかそんな上からな感じじゃなくて、あの모든걸가지고있지만、그래도내가가장갖고싶은거는、のや、みたいな、うん。そう。まあで、あの、この曲の冒頭で実は、えー、僕はなんかもう迷って迷って、これから先、進む道がわからなくて、とても悩んでいたんだっていう、という実は歌い出しで始まる曲なので。うん。だけどそこに、 光を差し示してくれたのは君だったっていう。で、僕はもう世界の英雄になったんだけど。うん。うん。でも僕が探し求めていたのは君だったんだよというですね。まあ、<ー>純愛ソングですね。へえー。えー、なんかこういうことにうるっと来てしまう。なんか僕も年取りましたなーっていう感じですかね。なるほどね。근데저도요새、茶、うん、상한王자님같은スタイル 리 좋더라고요. 아니, 저이 딸이. 암빤망을 너무 좋아해가지고, 맨날 같이 암빤망, 암빤망 노래를 부르고 있는데, 또, 암빤망 애니메이션을 맨날 같이 보고 있어요. 근데, 쇼크빤망? 쇼크빤망이, 그, 좀 왕자님처럼 나오잖아요. 아,そうですね.なんかちょっとキラキラした,あの,いい感じの2枚目役だよね. 쇼크빤망だけ. 저는 옛날에는 내가 어렸을 때는 카레빤망을 좋아했던 기억이 있는데, 이제, あじまがてた보니까、食パンマまに너무멋있는거예요。ああ、なんかそれはあれですね。冬空の四様に引き込まれる感じをとにてますね。おうそうんう。茶さ <groans> <oz trap> <え>んへ가지고、예를들어서、ドキンちゃんがね、ちょっと大人の女の人に憧れるんだけど、はい、でも、あの、ちょっと子供じみてて、そんな自分を悲しく思うんだけど、そんなところに、あなたは元気なところがいいですよ。 って言うん、BTS だけじゃないけどねこれ <laughs> あの、この間、その BTS に入れ込んでるという話をしたら、SEVENTEEN、うん、も聞いてください、NCT もでいいですよという。 えー、おすすめもいただきましたので、<ー> <laughs> はい、ちょっとずつ世界を広げていきたいと思いますです。저도요それは旦那さんの職場の周辺がちょっとなんか異次元空間なんじゃないうーん ねえ。うん。아니、길가다보면、半分씩은노래들어본적있을텐데。うん。この間新北部に行ったらこればっかりだったわ。ああ<ー>。この間とっていうか、一昨日。ねえ。ねえ。いや、まあ、うん、あの曲はね、なんかもう、アメリカで勝負かけたるでっていう感じの曲なので、え、なんか、やんちゃな、楽しいノリの曲ではあるけれど。ねえ。もう、完全におじさん扱いするから、んでわすこの얘기하지말라고했어요。はは。はははは。 えー、次まましょうかかど,どれ行きますかねハッピーキャンパスハッピーキャンパス行きますか最近実は韓国を騒がせているものすごい盗用事件があって、うん、なんか桁違いな盗用事件があったんだけどもそれを調べていたら実はなんかそのベースになっているものが韓国ではみんな知っている。 すごいものだったという話。予備役空軍将校孫某氏が、レポート共有ホームページにアップロードされている報告書をもとに、特許庁長官賞など複数の公共機関、えー、地方自治体の公募展で受賞したことが確認された。これに先立ち孫氏は、大学生が書いた小説を投用し、文学賞5つを受賞した事実が明らかになった。<う>公共機関のずさんな公募展管理が問題を大きくしたとみられる。 예비역 공군 장교 손아무개씨가 리포트 공유 홈페이지에 올라와 있는 보고서를 바탕으로 특허 청장상 등 여러 공공기관 지방자치단체 공모전에서 수상한 것으로 파악됐다. 앞서 손씨는 대학생이 쓴 소설을 도용해 문학상 5개를 수상한 사실이 드러나기도 했다. 공공기관의 허술한 공모전 관리가 문제를 키운 것으로 보인다. ハンギョレが1月18日、インターネットコミュニティに掲載されている孫氏のフェイスブックの内容を確認した結果、孫氏は数件の公募展にレポート共有ホームページ、ハッピーキャンパスでダウンロードした他人の報告書、作品などをそのまま掲載するか、一部修正して提出していたことが確認された。 ハンギョレが孫氏が受賞した公募展への出品作品のうち内容が類似しているハッピーキャンパスの著作物を選び確認するよう要請したところハッピーキャンパスは原作者は孫子ではないと確認した。 18일 한결레가 인터넷 커뮤니티에 올라와 있는 손 씨의 페이스북 갈무리 내용을 확인한 결과 손 씨는 여러 건의 공모전의 리포트 공유 홈페이지 해피 캠퍼스에서 다운로드 받은 다른 사람의 보고서 작품 등을 그대로 내거나 일부 수정해 제출한 것으로 확인됐다. 한결레가손 씨가 수상한 공모전 출품작 가운데 내용이 유사한 해피 캠퍼스 저작물을 추려 확인 요청

公共データを活用した新概念の自転車ナビゲーションアプリケーション K バイクというタイトルのアイデアを提出したが、これは2018年4月にハッピーキャンパスにアップされた報告書とタイトルが一致するものの、ハッピーキャンパスにアップした人は孫子ではない。孫子は同じ内容をソウロ市が主管した2020市民都市計画アイデア公募展にも提出し優秀賞を受賞した。 소상의 격이 가장 높아 보이는 것은 지난해 10월 특허청이 주최한 2020 혁신 아이디어 공모전에서 손 씨가 받은 특허청장상이다. 그는 공공 데이터를 활용한 신개념 자전거 내비게이션 애플리케이션 K바이크라는 제목의 아이디어를 제출했는데, 이는 해피캠퍼스에 2018년 4월 올라온 보고서와 제목이 일치하지만 해피캠퍼스에 올린 사람은 손 씨가 아니다. 손 씨는 같은 내용의 서울시가 주관한 2020 시민 도시계획 아이디어 공모전에도 제출해 우승을 받았다. 2018年にペンマ文化賞を受賞した短編小説、ねの作家、キム・ミンジョンさんが1月16日自身のフェイスブックに書き込み、自分の小説、ねの本文全体が無断投用され、自分の小説を投用した方が2020年に5つもの文学公募展で受賞したことが情報提供で分かったと明らかにした。2018年ペンマ문화상을받은단편소설、プリエ작가。 어, 김민정씨가 지난 16일 본인의 페이스북에 글을 올리고 제 소설뿌리의 본문 자, 아, 전체가 무단 동용됐으면 제 소설에 도용한 분이 2020년 무려 5개의 문학 공모전에서 수상하였다는 것을 제보를 통해 알게 됐다고 밝혔다. 이 사람은 한다 ほったになったのがこの一番最後に書いてあった人の小説を勝手に全部パクって他の文学賞に応募して5つ受賞していたということが明らかになったんだけど他にもいろんなことをやっていましたという話。ひゃー。ちょっと桁違いにびっくりなんだけれど。うん。아니、安全感の꼭들る거잖아요。ねえ。ねえ。<laughs> うん と全部うん、で、しかも、実はなんかそのアイデアのいろんななんか結構ね、テクノロジー系のそのアイデア募集みたいな公募展に応募していっぱい賞を取ってるんだけど、それが確認されてる中でまあほぼどっかからのパクリ。へえ<ー>。ていうかまあそのまんま誰かが過去に作ったレポートをそのまんま使って応募している。わで、じゃあその 誰がいつどこで作って、えー、どこに上がっていたものかって言うと、このハッピーキャンパス。へぇー。ハッピーキャンパスは知り合いの大学院生に、ハッピーキャンパスって知ってるって聞いたら、うん、もちろん知ってますよ。なんか必要な資料ありますかと, <laughs> と,とても、とてもカジュアルに答えが返ってきて。え <laughs> ー、ちょいっての없었어よ。いや、ありました。実はありました。うは。うん え、そんなに昔からそんなに昔からあった。ええー、그냥が가몰랐구なそれは使わなかったらね、ちゃんとなんか真面目に、うん、真面目に学校に通ってたんですね。え、ええ。なんかもうね、それこそ提出済みのレポートとか全部ここでみんな売ってるんだって、6割ハッピーキャンパスが持ってくのかの売り上げの。あ<ー>っていう仕組みらしくて。 みんななんかその提出済みのレポートとか全部ここにアップしてで売り上げを山分けするシステムなの。<ー>でなんかみんな使ってるの。やっぱなんか。<ー>やっぱ知り合いの大学教授とかにも聞いたらもうやっぱりコピペチェッカーは必ず使うって言ってたから。そうなんですね。ああこれそういうまあ言ってみればダークウェブだけど、うん、もはやみんな知ってるダークウェブ。 <laughs> まあ何ま、何に使われるかは本当にわからないわけじゃない。自分が応募したんだけども、うん、あの、落選した企画書とか、レポートとか、うん、そういうものまで一切合戦、ここに上がってるから。へぇ<ー>、うん、だからそういうのを利用して、テイストの名前とか、ほんのちょっとなんか、ワンワードぐらい変えるみたいなことをしてるらしいんだけど。うん さすがにね。いやでもほぼコピペやで。<laughs> ええー。うん。ほぼコピペっていうかなんかタイトルと提出者の名前だけ変えたみたいなのばっかりらしい。うん。あに、그런경우에는、いすさまんごのおとけでよまあ、今みんな対応に追われてるらしいけどね、それは。<ー>やっぱり未発表の作品っていうのが、ね,<え>ね。応募の前提になってるわけだし。それを 一応なんか自分たちでもチェックはしてるらしいんだけど、それを本当にチェックしてるかよくわからないんだけども、まあ、それをすり抜けたということだし。はあ。うん、なんだかちょっと腰を抜かすような出来事が起きていて。그것と、今軍残業인で。なんかちょっと経歴にも若干今クエスチョンがついている。あ、ちっちゃいよ。うん。まあなんか確かに軍の予備役将校であることは間違いないんだけれど。うん。うん。今までその、 今までの職歴にはなんかどうも嘘が多いみたいなことを最近言われていて。<わ>しかし果たして一体なんでこんなことをしたのかがいまいちよくわからない。お金が欲しかったのかな賞金お金でも、お金なのかコロナでお金がないとか。だって。 軍の将校やで予備役とはいえ。お金目的かえで데、残 <laughs> 業、라고해と、国に그렇게돈많이の는何じゃないそうですか。うん。一公務員じゃない。韓国では、な、みんなが羨む。うーん、う렇다고うん。あじまじはんしまねよ。いやー、なんだかね。うん。日本でこういうのはないんだよ、ね、あの、自分たちの頃は、こんなシステムなかったので、ノートとかコピーして売ってる人たちいたじゃない。<laughs> うん。いたでしょえいっそっちここにあ、大学に大学に。いや <laughs> えー、いやいや、普通に貸してくれましたよ。うん。とか、でも、でも、ハクセンヘガンにそう、ノット、ハクセンヘガンにそう、ノットパル있いる람、いそっじゃないあ、ちょ、飲むおっぱっせよ。お、くれ。<laughs> うん。えー、では飲む。ね真面目に貸したのかな <laughs> <laughs>、うん、まあ、なんか、ジュジさんは日本の資料を翻訳すれば、まずバレない。<laughs> しー <laughs> なんかちゃんとそういう独自、独自ソースを持っている人は強いですね。やっぱり、動機が全くわからないのよ。なんでこんなことをしたのか、この人がうーん、うん。しかも文学から、テクノロジーからなんか幅広くて、なんかすごいコンプレックスでもあったのかなっていう気もしなくもないんだけど。うーんなんか一回やったらできちゃったんでしょうね。 ああ、あれですかね。万引きとかと一緒で<ー>、やると癖になってしまうみたいな、やめられなくなる<ー>、うん。まあ、正直それ自体になんかすごく利益があるわけじゃないんだけど、んなんかスリルが欲しくてやめられなくなるみたいな、そういうことなのかしら。ねえ、サンたメのと気分にちょねう<え>ん。<laughs> なんかでも。ねえ、그래도、寝姫路받ん상이아닌데、그래도기쁜지잘모르겠네요本当に謎で、この人。ねえ<ー>。うん。実はなんかその、文学賞の盗作が明らかになった時点で、新聞の取材とかにも答えてるんだけど、ほう。ヨンナムイルボーとかに <laughs> 記事が出ているんだけど、うんうん、なんかこの言い訳が凄まじくて。バカじゃないのジュジュさん読む前になんか、

ねえ、だから、あなたそれは、そんなことで文学賞に応募していいんですかって話だけど、<え>多分だから作家になりたくて文学賞に応募したわけでもないんだと思うんだけど、こういうのって。いやー。あに、いろんさらみちゃんぎょうるはごいったに。ちなみにハッピーキャンパスって実は日本にもあるって知ってたええー。実はなんかだいぶ昔に日本進出してるんだけど、ほぼ誰も使ってる形跡がない。 でそんなにレポートの宿題とかありますかまあそこそこあるよやっぱりでやっぱ日本の大学の先生もコピペチェッカーは使ってる人は使ってるけどだただ韓国みたいに全部って感じではないのかなうん,うん野球の話しましょうか <laughs> あ<ー>野球野球野球 JUJU ジュジュさんが全くスポーツに興味がないので <laughs> ニュースで韓国語でほとんど <laughs> あのス,スポーツ関係の話はないんですが <laughs>、ね、珍しく食いついたというか結構今これも大騒ぎですねなんでかさっぱりわからないんだけどっていうプロ野球の SKY バーンズっていうチームがあってあの韓国シリーズ4回優勝の 名門競合チームなんだけど、それが突然、新世紀 e マートに売却されることになりまして。ファンたち大騒ぎというニュースです。新世家グループの E-MART が、1352億ウォンをかけて、プロ野球チーム SKY バーンズを1月26日に買収した。インチョンをホームタウンとする SKY バーンズは、買収後もインチョンから移転しない。 코치진과 선수단도そのまま 유지사れる これに対し野球ファンがそれぞれ考えた名前が次々と流れている Twitterで推薦されている名前を集めてみた 신세계 그룹 이마트가 1352억 원을 들여 프로야구단 SK 와이번스를 26일 인수했다 인천을 연고지로 하는 SK 와이번스는 인수 후에도 인천에서 터를 옮기지 않는다 코치진과 선수단 역시 그대로 유지된다 어, 이에 야구 팬들은 저마다 작명을 쏟아내고 있다. 트위터에서 추천되고 있는 이름들을 모아봤다. 1. 신세계 와이번즈. 기존의 SK 와이번즈의 이름을 유지하는안니다 신세계 와이번즈가 와 加어져 무난한 인상을 와다. 신세계 와이번즈. 기존 SK 와이번즈의 이름을 유지하는 아니다. 신세계와 와이번즈가 더해져 무난한 인상을 준다. 2. SSG 와이번즈 すく、SK がス、すっ。SSG に生まれ変わった。何のことかいなと思いますが。SSG は、新世紀グループが自社のオンラインショッピングモールを一つにまとめた統合ショッピングモールだ。ワイバーンズを吸ってきれなかったファンは、e マートワイバーンズ、ノーブランドワイバーンズ、スターバックスワイバーンズなどを代案として提示している。すく、SK がス、ス SSG로 거듭났다. SSG는 신세계 그룹이 자사의 온라인 쇼핑몰을 하나로 묶는 통합 쇼핑몰이다. 와이번스를 참아 버리지 못한 팬들은 이마트 와이번스, 노브랜드 와이번스, 스타벅스 와이번스 등을 대안으로 제시하고 있다. 3. 신세계 피콕스 思い切って Y バーンを外した名前もある。新世계とーマートの自社ブランドピーコックを一部変形して付けた新世계ピーコックスだ。新世계ピーコックス。과감히 Y バンスルと떠、呃、떠낸이름들도있다。新世계はイマート자체ブランドピーコックルー일부번영해붙인新世계ピーコックスだ。4 SS。SSG エレクトロニクス。 野球チームの名前も決まる前だが仮想の代表キャラクターまで登場したイーマートの体験型家電専門店エレクトロマートのキャラクターエレクトロマンが野球ボールを投げる姿だ。あるツイッターユーザーはスーパースペシャルグレートエレクトロメンズと書いた。SSG エレクトロメンズ。野球団이름도も해지기전이지만、가상의대표キャラクター까지등장했다。<あ> e-mart 의체험형가전전문점、エレクトロマートのキャラクター 어 일렉트로맨이 야구공을 던지는 모습, 모습이다. 한 트위터리안은 슈퍼 스페셜 콜레이트 일렉트리오 일렉트로맨즈라고 썼다. 이마트 e 트레이더스 이마트와 상호형 마크 트레이더즈를 아우스다. 이마트 트레이더스는 후보군에 올랐다. 이마트 트레이더스, 이마트와 e 어, 창고형 마트 트레이더스를 합친 이마트 e 트레이더스 또한 후보군에 올랐다. 何人かの野球ファンはより積極的に乗り出す様子だ。オーナーになったヨンジン兄さんこと、チョンヨンジン新シェゲグループ副会長のインスタグラムに群がり、球団名の推薦に熱を上げている。ちょうど、チョンヨンジン副会長は26日午後、インスタグラムに SSG グッズと言って、ダイアリーとゴルフボールの写真をアップした。これに対しフォロワーは、s s g ワイバーンズですかと書き込みをしている。面問野球フェンドルン、적극적나서는모습이다。 구단주가 된 용진이 형, 정, 어, 정용진 신세계그룹 부회장 인스타그램으로 몰려가 구단명 추천의 열을 올리고 있다. 때마침 정현진 부회장은 26일 오후 인스타그램에 ssg 굿즈라며 다이어리와 골프공 사진을 올렸다. 이에 팔로워들은 ssg 와이번스인가요? 라는 댓글을 달고 있다. <놀람> 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 この、チョンヨンジン副会長っていう人は、あの、新世ゲグループの事実上の経営者なんだけど、ほうほうあの、割と SNS で目立ってる人で、<ー>インスタグラムとかめちゃくちゃやっている人で、で、なんか、ヨンジニヒョンっていう <laughs>、と呼ばれていて、<う>実はあの、はい、韓国スターバックスの生みの親でもあるのね。<ー>実はあの、韓国のスターバックスは、 あの、新世紀ーマートとアメリカスターバックスの合弁会社で、で、このチョンヨンジンさんがアメリカ留学中に惚れ込んで韓国導入をかなり積極的にやったというのが、あの、業界の定説なんですが。ああ。あの、이見ると、면진짜新世紀グループ이엄청나い이것저것많이하고있いね。うん。 新世紀はもう、新世紀百貨점のイメージんで。なんかね、だから、あの、ツイッターに上がっていたのも、なんか、新世紀ワイバーンズって言うと、ダクダクか、ゴッダクダック感느낌っていう。なんかどうも、あの、明洞にある、旧新世紀、本館、うん、旧新世紀本店が、やっぱりイメージとして浮かんじゃうんだろうか。うん,うん、うん。でもね、なんで SK が球団を売却したのか謎な,なのよ。ね、いや、理由を明らかにしていないので。ええー。別に SK は業績が悪いわけではない。は あ、でもなんかこのチョンヨンジンさんは昔から球団を買いたかったらしい。球団経営をしたかったっていうのはの結構言われていて。日本ってさ、プロ野球ってなんかおじさんの趣味じゃないど、どちらかというと。ああ、そうですね。でも韓国ってファン層の年齢が低いのよ。20代、30代が中心で。うん<ー>。だから若者の趣味っていうイメージがあって。だからきっと、まあ、新世紀は、その野球、えっ、ー、と、ベースボールパークとか、 大型ショッピングモールとかそういうのを総合的に展開したいっていうのは、なんか、このチョンヨンジンさん前から言っていて。でも SK は別に経営が苦しいわけでもないのになぜ売ったのか。はい。あ、じゃな、す。 俺が、自分、회사イメージが너무안좋아지니까。うん、そうなんだけど、 <음> まあ。でも、SK テレコムといったら、まあ、あの、飛ぶ鳥を落とす勢いの携帯電話会社だったら、ね、 네、 うん。SK のチェ・テオン会長が、アマチュアスポーツ育成の方により重点を置きたい、よ興味を持っている説もありあ。ああ <laughs> 、네 、ここは、めう、重要ない味ねよ。うん。とかね。<laughs> まあ、そもそも、韓国のプロ野球って、球団経営としては儲からないわけよ。日本もそういう部分はあるけど、韓国はやっぱり、この SK の球場でも、2万3000人だったかな。そのぐらいしか満員になっても入らなくて。しかも今年はコロナで無観,客無観客試合とか、かなり収容人数制限とか、かなりずっとやってたから。うーん。 うん、運音で、運音団則暗記故いのクローンニュースる言ことしたないよ。あ、それはサッカーね、経営あれダー。ええへへへ。ほんとんでね。うん。うん、だからやっぱり球団経営としてはあのなかなか苦しいものがあって、うん、親会社の経営戦略に合致しないと、親会社が経営難になっちゃうと売られちゃうんだよね。 じゃあ、たぶんそういうことは全然ないと思うんで、きっとだけど、毎年かなりの赤字になりながらも、その、企業の PR とか、企業ブランドイメージとか、なんかそういうのに役立つと言われれば、おそらくは持ち続けるんだろうけど、そうでなかったら、売られてしまう。ちなみに言うと、インチョンが本拠地のチームってもうなんかびっくりするぐらい、名前と親会社が次々に変わっていて。<ー> うん、最初、三味スーパースターズだったのが、チョンボピントスになり、そして、テピョンヤンドルフィンズになり、ヒョンデユニコーンズ、そして、SKY バーンズと。うーん。SK とヒョンデ、ヒョンデさ、インスウェイガーチ SK がでね。いや、SK はね、その後、スオンに移転して、もう解散しちゃったんだけど、お<ー>で、その、スオンに移転した代わりに、インチョンに新規参入したのが SK だったの。うんちなみに、その前にあの、 ええと、チョンジュに三番ウルレイダースというのがあって、下着メーカーの三番ウルが球団を持ってた実点がありまして。そこが経営なんで解散して、そこをまあ引き継ぐような感じで、SK が生まれたのね。うん、チョン이라는장소자체에と문제が있는가요なんかね、まあ、しかも、この SK が来るまでは、本当にどのチームもみんな弱かったし。うーん。 去年の今頃なんだけども、番外編といって、限界灘の落ち葉っていう、ドキュメンタリーを作った監督さんを紹介したんだけども、その、限界灘の落ち葉で登場したチャンミョンブっていう、在日コリアンの選手が、このサ、サンミスーパースタースっていうところに所属していた人だったの。インチャネンスよくな。うん。限界灘の落ち葉も、あの、 助成金をもらったり、いろいろして、本格撮影再開に向けて、今、一生懸命準備してるんだけど、何分、<え>あのね、コロナってもね、コロナってもね、もう、オルスガープかかうん、うん、ちょっと、そこが大変なんだけども、まだまだ、一応、一生懸命今準備をしてますんで、うん、はい。あ、ちなみに、あの、新世紀イバーンズじゃなくて、なんかどうも SSG の名前をつけるらしいよ。<ー>と、朝鮮日報が報じてました。えー、うん、すくすぎ、すぐ 응, 쓱숙이 아,そういえば,そんな子が, 쓱숙이っていたねなんか 얻었어요, h q q 였는 아, 本当に? 아까, 요시상이, 스포츠를 별로 안 좋아하는 주주씨가, 간만에 이 뉴스에는 반응을 보였다, 꼭 말씀을 하셨잖아요. 사실 별로 관심 없었는데, 매번 너무 관심 없는 척을 하면은 너무 좀 그럴 것 같아서, 관심 있는 것처럼 대답을 해봤습니다. 난다, 소리 まあね、あの、やっぱコロナがあったからなーっていうのもあるんだろうな。ねえ、今年は俺が住めんうけんねよ。SSGY ボンス。いやー、ねえ、そうなればいいけど、なんかやっぱりインチョンっていう場所がねねえ、インチョンに問題が。インチョンが問題なのかなインチョンへチャイナタウンにいっちゃないよ。あるねねえ、ここにそう、チャイナメン味もおしくて食べるのねえ。<laughs> <laughs> チャジャンムン博物館とかあるよね。ええ、知らなかった。うん。ーん。ここ、ちょっと、올上が면은、公園に있어가지고、こ기へメガドジャン軍、동상にいっそそう。ああ。ああ、なるほど。ちょっと先に、その、シャイナタウンからちょっと先に行くと、あの、日本家屋街があるんだよね。だけど、あの、新しく作り直した日本家屋街だから、とても、なんちゃって日本家屋なんだけど、なんか、いろいろ、日本から来た人間からすると、ツッコミどころ満載な。 あの、変な、うん、変な日本家屋がいっぱい立ち並んでる。割と観光名所になってる。うん。あんソウルへかかわさくらのんじ、 인천에 사는 사람들도 시민들도 그렇게 인천에 대한 뭐라 그럴까 자부심을 가지고 있지 않는 것처럼. 보이는데 다からねなんか 네, 거기에 정착하는 사람들보다 왔다 갔다 하는 사람들이 많아서 그러는지. 음. 하여튼 や 서울의 베드타운이しね 음. 그れこそ韓国のプロ野球で昔からずっと強かったのは漢州にあったチームのヘッドタイガー 기아 타이거스가 되었지만 코와や 역시 ヨルソンペン、パンがめちゃくちゃ熱いことで、ん<ー>うん、有名だったところなので、うん、あの、きっと多分なんかその、やっぱりチョンラドの人たちのいろんな積もり積もった感情がやっぱり、<laughs> えー、プロ野球を借りて、プロ野球の応援で爆発するっていうなんかちょっとそういう側面はあったわけだから。ねえ、うん。吉ー。ヨシー、えー、さんは何ペンっちゃうん、やっぱりタイガース。日本も韓国もタイガースなんですが、 おあそうね僕あの韓国にいた時にまだソン・ドンヨルが現役の頃だったので、うん、だからソウルに来た時はなんかヘッテの試合よく見に行ってたんだけど<ー>、えー、あのソン・ドンヨルがやっぱ球界に登場すると結構感激しましたね<ー>というという話を韓国人の野球好きな人によると言うと「<ー>なんて貴重な場面をあなたは目撃したんですか?」と言われるんだけど実 反応ごめんなさそうな顔して聞いてるわな。日本るがまあ長いし、あと、あの、やっぱりあルールが分かりにくいんだよね。ああ、그것ルールがちょっと複雑で、なかなか僕らの世代はなんかそれを、それをマスターしないと男の子たちの会話に加われなかったので、必死で覚えたんだけど、今別になんか、 知らうん、うん、でもね何か韓国ではやっぱり WBC で国際試合が始まったのがあ2006年だ、うん、あそこで韓国がベスト4に入ったと国際試合が始まって盛り上がったんでやっぱその辺からこう若いファンがつき始めてんだよねあ 相手のセクハラの話は読めなかったな、結局お<ー>、うん。正義党の代表がセクハラで解任されてしまいまして、同僚議員へのセクハラだったんですが。セクハラって言うか、なんだろう、尊重<あ>編って言ったけど<あ>な、具体的に何をしたのかがよくわからないのだけども。 印象を与えてしまうからちょっとどう,んどういう内容だったのかも僕もちょっとわからないですが、ね、今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきますそこからすべてリンクしてあります Twitter、Facebook ページ、Instagram YouTube チ,チャンネルもありますフォローしてください YouTube チ,チャンネルが750人を突破しました。あと250人と